ブラジルから来た少年は、アメリカの作家アイラ・レビンが1976年に発表した小説。映画化、ラジオドラマ化されている。小説は日本語版が、早川書房の早川文庫から出版されている。ブラジルで、ヒトラーのクローンを再生させようとする科学者、ヨーゼフ・メンゲレと、それを阻止しようとする、ナチハンターのユダヤ人、リーベルマンとの葛藤を描く。 同じくメンゲレについて取り上げたスレイヤーのエンジェル・オブ・デスにフレーズが引用された。映画家は英国貴族で映画制作者のルングレード卿により制作された。監督はフランクリン・ J ・シャフナーである。1978年10月5日に公開された。日本では劇場未公開となり、1984年3月3日に、 フジテレビ系列のゴールデン用画劇場でテレビ初放送された。本作品に対しては公開後、有識者より過度の遺伝子決定論的内容に対し批判が向けられた。そのためか、ヒトラーの遺伝子を持つ子供一人が自ら撮影したメンゲレの死体の写真を現像し、見て喜んでいるラストシーンがビデオソフトでは削除されている。第51回アカデミー賞で、 作曲賞の候補となっている。テーマ曲はウィンナワルツ風であり、これは主人公がウィーンに在住している場面から始まるためである。この注文を監督から受けた作曲家はあまり賛成ではなかったが、注文通りに作曲した。また、メンゲレラナチの残党が潜む南米の場面ではギターを使用してラテン情緒を醸し出し、 ナチザン島の陰謀を表現する際はオーケストラがワーグナー風の和音を響かせる。この作品は NHKFM 青春アドベンチャーでラジオドラマ化され1996年5月20日から5月31日にかけて全10回放送された。他、ありがとうございます。